DJ Tai Noji. いやー参ったね、ほんとに参ったね、おはようございます。大の字の大の木です。どうも大の字の千代介です。ネギアラの西、はいはい。先週のトンネルさんの、ね、おかげでしたトンネルさんのおかげでしたのモノマネの番組にはオッサーは毎回参加されてたのに、前回は出場せず地方の営業に行かれてたそうですが番組中でトンネルさんが怒ってましたが、その後大丈夫でしたか。いや本当ですよ、もうトンネルさんに会って もうついに悪運尽きたな。もう尽きたじゃないよ、本当にもう大変なんだから。もうトンネルさんに謝りましたよ、次の収録現場で。あ、マジっすか。あって、もうで、ノリさんにもお前いよいよ皆さん裏切りやがったなと。もう一番裏切りたくないところ、裏切りたくないところですよ。金に走ったなっていう、収入もどんどん下がって、いやもうほんと大変なんすからしかもね、俺ここに来てアルバイト情報誌買うと思わなかったよ、ほんとに来てます、来てるよ。ただ40のおっさん雇ってくれないんだから。いやそうなんですよ、ほんとに皆さんほんとにね、営業入れてください本当地方の営業入れてください。いやもう直でください、本当に。いやこれでもね、うん、何なんすかねこれね、もう少しねうまくやってくれればよかったね。うまくね、いやいや本当ですよ。そういうのなんかね、会社が分かってくれてないというか、僕がどれだけ、僕たちがどれだけトンネルズを愛してるかっていう僕たちがじゃないですよ、おじさん俺出てないんでいやほらでも出たいでしょ、トンネルズ好きでしょ。大好きですよ。そうでしょ、結構オチさんの陰に隠れてるから俺あんまり知られてないかもしれないですけど、はい、相当なトンネルズさんマニアですよ俺は。まあまあ確かにね。だからオチさんが強力に行っちゃってるからちょっと一歩引いちゃってて、うん、ちょっとうまくアピールできてないなって感じしますけどいや本当に今だから、昨日もフジテレビで仕事だったじゃないですかいいですね、なんか自慢が一発入りますね。いや入りますよはい、はい、自慢というか、あのあと僕もう1時にはもうフリーですよ。まあ終わってね、収録が終わって、収録終わって、僕ちょっとトークライブとかやってる、トークライブとかなんかいろいろあるじゃないですか、はいはい、今日の午前中からもう仕事だったでしょ、はいはい、だからもう何もなかったからフジテレビ本当にうろうろしてやりましたよ。おお、どうでした。ホコタテの収録に行きました。え、あ、見に見に行きました俺ね、実は俺も今年それ考えてんの。お、収録行くべきだな。収録に顔出したらね、あのね、仰天スペシャルあるじゃないですか、はいはいはい、で2回ぐらい出て3回目呼ばれてないですよ、ずっと呼ばれてなくて、はいはいはい、忘れてんじゃないかなと思って。いやそう俺たちね、ハマってないんじゃない、忘れてんじゃない、忘れられてるみたいなねあれそれ、あそうだ、だからやっぱ顔をどん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 売っていかないと。いやそうだって言ってたよ、あのね、例の堀江さんがね、はい、そうらしいよ、戻ってきてね、うん、今までだった昔だったら、うん、断ってた仕事全部顔出すらしいよ、はいはいはい、でなんでですかみたいな、その要するに、うん、そしたら人って悪口言ってても、うん、会いに行って直接会ったら絶対悪口言わなくなるって、はいはい、だから面倒くさくてもその現場に顔出していって、うん、自分がどんな人か直接知ってもらうのが一番いいって。なるほどね。やっぱそういうもんで行けば絶対その情が湧いたりするから、だから俺もトンネルさんの収録行こうかな、おっさん。いやぜひぜひですよ、マジで。もう俺だってその時ホコタテに東野さん出てたから、東野さんに野良犬ってあだ名つけられましたからここに来て、もう会、いやこういうのって会社がやるからなっつっていや会社はダメなんですよ、やってくんないんでもう自ら行くんですっつって、他のもう現場のスタッフさんとか、ほんでもう収録現場行ってモニター見ながらちゃんと笑えますっていうとかで、これだから野良犬芸人としてどこまでいけるかだね、どこまでいけるか、野良仕事をどんだけ俺たちが、はい、久しぶりの新日本プロレス以来じゃないですか、野良犬軍団っていう名前についてるのやっぱ今時代はね、はい、やっぱ当時の80年代のプロレスラーやっぱ学ぶこといっぱいありますから、あるある、やっぱどん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 自分も自分でね、いきましょう、野良仕事、はい、俺たちちょっと今年メインでやっていきたいと思いますので、まず第一弾としては皆さんからの営業ですよ、本当。まあまあまあ地方ね、地方営業とかね、そうそう、社長とか、まあ、そうテレビの収録とかは行きたいです。そうそう、だからみんなもちょっとどのあたり攻めたらいいかっていう、ちょっとその情報が欲しいね。その地方は捨てましょう地方の営業は捨ててやっぱりテレビの収録どのあたり行ったらいい、どの収録ここ立てとかいいチョイスじゃん、うんうんうん、なんかあの枠に別にいてもいいじゃん、あの中でね。そうそう、だからここは正直腕がないとダメなってのもあるでしょはいはい、はい、番組によっては、うん、なんかアメトークだと専門知識ちゃんと喋れないとダメだから、いくら言っても、はいはいはい、落ち着くそもそもそれ詳しくないじゃんって一言で終わるじゃん、うん、ここだったらホテルさんいけるんじゃないですかっていうちょうどいいラインのね、さここで出てんのちょっと見えますよみたいな、はい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 、鳥肌
なんとかスクープっていう番組あるじゃないですか、うん、あれとか俺自分で出ててこれ俺得意だなと思ったんですよそういう情報皆さんお待ちしております。 V 見てからのリアクション結構俺たちいけると思うんで、そうそうそう、そういうのも結構アピールできたから、ね、そう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 、うん、その辺ちょっと皆さんね、はい、いいアイデアを俺たちに送っていただけると嬉しいなと思います。大の女スクールナイスタート。スクールナイン DJ タイノジスクールナイン東京半蔵門 JFN スタジオから大の字がお送りしている火曜日のスクールナインでございます、はい、今週も南は鹿児島、北は青森まで、うん、全国23局をネットしてお送りしておりますが、今日も皆さんからのメール待ってます。今日のゲスト、はい、アナログフィッシュさんへの質問メッセージ、その他大の字の質問等々を募集してます、はい、大の字お家に質問できるのはスクールナインだけ。そうですよ、そうそうそう、本当ここだけですから、ね、メールは番組ページのメールフォームからスクールナインで検索して大の字のページをクリックしてくださいナイスなメールの方には番組ステッカーをプレゼントしてます、はい、ステッカー当選者は番組終了後ホームページにアップしているのでそちらもチェックしてください、うん、お願いします。松井のスピーチ完璧だったな。ああ、長嶋監督と、いや俺思ったんだけどさ、あれで泣いた人多いよね。なんかでもまあ勝率18、19ぐらいですか、うん、でなんかネットとかで見たらさ、その俺思うんだけどさ、うん、長嶋さんのさ右手がほら麻痺してるから、うんうんうん、麻痺が今は止まったのかもしれないんだけど、うんうんうん、まあ、いろんな事情があってさ、はい、ポケットから手出せなかったのにさ、うん、総理大臣の前に手出さないの失礼だとか本当に考えられない書き込みしてるやつとかいたり、てかそもそもじゃ あれを見て左手で振ったことが痛々しいとか言う人とかいるけど、俺から言わせればもうそれがどういうことかって分かってるわけよ、はいはい、もう、 そうだよ、ね、周知の事実で進んでるって言って、うん、それが残酷症なのか全く思わないし、はい、むしろ、はい、長嶋さんがあの時に球を打ちに行ったっていうの、うんうん、やっぱ闘争本能に火がついたのかな、うんうん、俺はああいう現場が定期的に長嶋さんにとってある方が、俺はやっぱり長嶋茂雄という人の、うん、そのスターとしての引き、うん、まあ要するにあの人は選手の時引き受けてるわけじゃん。そうだよね、その役割を現役の時からね、あの人はということで言うと、あの消化の仕方ってやっぱり俺は絶対にあるべきだと思うし、うん、そこにやっぱり松井がいる美しさ、うん、そして松井のスピーチのその大人としての、うん、あれそう凛々しき日本人としてのね、コメント見た時に、うん、いやこれは俺見事だなぁ、本当の親子に見えるっていう人いたもんね。そうで打ちに行ってんですよ、球をね。やっぱ俺あれ見て、だから俺が思ったことは、長嶋さんかわいそうだとか、うん、こういうの見てなんか見たくなかった、ミスターのこういう姿見たくなかった、そんな全然思わないで、俺むしろ、うん、俺も頑張んなきゃいけねえわって、うん、ここに来ても闘争本能に火がつくミスターってやっぱりその俺たちより上の世代の人たちのカリスマ、やっぱこういうことなんだよなって、改めて今ちょうど昭和40年男っていうのの雑誌が出てるんですけど、悪役特集でまあブッチャーとかそれとかタイガージェットシーンのこととか、まあちょっとプロレスの裏側書きすぎちゃって書きすぎてんだけど、でもタイガージェットシーンという男がいたからこそ猪木という男のキャラクターが跳ねたって、あの当時って全くダメだったし、うん、日本プロレスって、うんうん、それがタイガージェットシーンが出てきたことによってもう凶悪なインドの悪役レスラーがいうことで、めっちゃ怖かったからね、猪木のキャラに怒りっていうのが足されたんだと、それまで猪木っていうのはストロングスタイル、カール・ゴッチャー、地味なプロレスやってたのに、うんうん、もう闘争本能、うん、をむき出しにするストロングスタイルっていうのを確立したみたいなこと言ったら、燃える闘魂っていうのはね、そこから来てる、やっぱりそのハカイダーの特集とかしてるわけですよ渋いな。いや、やっぱり悪役たるもの、はいはい、要するに役柄を引き受けた人っていうのは、うん、役目を引き受けた人がエンターテイメント加速するっていう意味では、やっぱりまだまだ役柄引き受けてないよなっていう、うん、ああなるほどね。やっぱりもう一度俺たちほらスクール内の悪役じゃん、言ったらまあまあ確か悪のヒーロー的なね。だからやっぱ常にやっぱトータルテンボス、うん、東京ゼロさん、うん、はい、サンドイッチマンの悪口言わないとダメだよね何か言いかし、いい感じで行こうみたいなさ、なんか一緒の仲間みたいな感じのノリやめようぜ、俺たち楽なんだから、あの3つぶっ潰すよマジでいつでもかかってこいよって。なるほどね。おそゼロ3なんか3秒だよもう3秒2秒3秒でワンツースリーで倒すよサンドイッチマン苦戦する。サンドイッチマン強いよ、あれ腕力あるからね。やっぱ仙台宮城のやっぱちょっとこうヤンキーじゃないけどさ、2人で1人襲う、俺ら2人で
じゃあまず伊達くん後ろからやって、まず眼鏡取ってね。トータルでもそうだよ、あの酔っ払って一回殴ったことある。藤田で藤田に殴っちゃってみんなペシッてパンチやって、うん、藤田から笑われたって。え、なんすか今のって。酔っ払って熱くなってね、おっさんが立ち悪くてね、そうそうそう、急に藤田に絡んでいって、うん、おめえもだーってペチッてパンチやって。ミッキーロック以来の猫パンチですよ。俺たちも常にね、その悪役を引き受けるになるよ。なるほど、エンターテイメントはやっぱそういうことよ。まあまあ確かにそうだよね。俺らちょっとそこのところやっぱ今やっぱりちょっと勉強しなきゃいけないなってのは思ってるところで、まあそういうエンターテイメントで言うならやっぱりアイドルこそね、うん、まさに役柄を引き受けてる、うん、っていうのは俺はやっぱ常々思ってますよ。はいはいはい、はい、まあいつかまたちょっとねアイドルソング特集やりたいんですけど、うん、まあその中でも今年まあ本当武道館行っちゃうんじゃないのって言われてるぐらいの、もう今年まさにもうアイドルこれからでももクロの次って言われてるぐらいですけど、電波組インク一回ねラジオにも来てくれましたけど、新曲が5月29日リリースになるということでございまして、こちらですね彼らの彼女たちですね、代表曲電波レードジャパンを作ったあのウィーナーズの玉屋 2060% 氏が作ったですね、デンデンパッションという詩はですねアニソン界のトップ作家畑亜紀さん、最強タッグで四つ打ちサウンドの中にもクラシックサンプリングやメンバーによるラップパートナーも取り入れて、まあカオスな楽曲の例えば映像見ましたけど、はいはい、とんでもないですよ。すごい聞いてみてよ、ここまで行ってるんだと思いましたので、これはぜひとも見てください。まああの電波組のねこの間のあの ZEP 東京でね WWD を、うん、流れた時のあのモロックじゃんって思っちゃうぐらいのね、うん、もう今かなりそういう意味でも物語としても電波組インクという物語に今感化されてる人多いと思います。ドラマ性も帯びてるからね。新曲でございます。5月29日デンデンパッション電波組インク。